了解。じゃあちょっとミュートにして入ったわ。いきます。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん相手よりでございます。初めての方は初めましてね、皆様大変お待たせいたしました。あ、ちょっと噛んじゃった奥さん元気にね、復活いたしました。はい、まあね、ちょっと前までね、もう死にかけてでも倒れとったんですけど、はい、まあなんとかね生き返りました。皆様のおかげでございます。はい、でね、奥さんとね、ヤミガさんの対話を見て、ちょっとね、奥さんがね、ちょっと下手くそとか言われたんですけどね、ぶっちゃけ奥さん、あれね、もう3、4ヶ月ぶりに SR 使ったんで、はい、ちょっと勘弁してください。また今度ちゃんとね、なんていうんですかね、エイム調整、はい、そこすぐ投げない。だからちゃんとエイム調整して、またね、ヤミガさんとね、やろうと思うんで、はい、さあ、行きましょうか。はい、どんどん行きましょう。で、今回はね、まあちょっと気分が、まあ晴れたというかね、まあ病み上がりではないんですけど、まあある程度ね気分がいいということなんで、まあシュレットを使っていきたいと思います。まあシュレットといえばやっぱ奥さんなんで意味がねえな。ちょっと待って。はい、ナイス。強いな、シュレット。行って投げないそこ。はい、キルしていく。オーケー、アシストかよ、また。うん、どんどん行こう。弁当箱張ってるな、で、後ろか。よし。やっぱりね、シュレットといえば、やっぱり奥さんってイメージがある。どんなイメージだよって話なんですけど、はい、オーケー。もうシュレット強すぎなんですよね、マジで。頭湧いてます、これ、ほんと強すぎて。はい。よし。あー、降りちゃった、ミスった。よし、え、どこ、あ、そっちか。おーっと、ミスってハンダが打っちゃった。で、敵、何人だ？お、意外とおるじゃん。4人もおる。なんかめっちゃね、投げられる。君かい。君かい投げてんの。ん？あ、おるやん、そこ。待って、え、死んでない？オッケー。アシスト96って、おい、死んでもいいだろ。4パーって、おいおい。ナイス、リーコンって裏来てる？そう、裏捉えてるぜ、ベイビー。しょうがないで、ベイビー。オッケー。ナイス？あ、俺や、あそこ。ちょ、見えなかったよ。ナイス？ナイスってわしか。よし、オッケー。ディローリン。で、あれやな、リーコン味方が出してるんで、まあ、まだ出さなくていいか。このリーコンが消えたら私も出そうか。お、そこ噛み合ってるね。しかもナイフでやられてる系か、私の信者が。ありがとう。なんか、恥ずかしいようで悲しいような。で、タレット置いてるんかい、誰かも。めっちゃおるな、中奥。ちょっと待って、やばい。よし、まずワンキル。もうワンキルしたいね、そこ。あ、ナイス。で、裏来てるから、しっかり振り向いてヘッドショット当てていくスタイル。で、EMP ストライク。EMP ストライク。で、タレットは、もう置けないのか、そこに貼られてるから。多分 CT 来ますね。ここ完全に決め打ち型でいきましょう。はい、こんな感じです。いやー、今のは臭い。今のはうまくいきすぎて、ちょっと草入るな。あー死んでない。あー、殺しきれないよ。あー、そっちにもおる。はい、オッケー。で、この青コンにも一人いる。あー、しっかりキルしていく。ちょ、待って、やばい、横来てね。横じゃねえ、そこだ。めっちゃ人おるやん、ここ。とっとくハム太郎。いや、そこ投げない。やばい、死ぬ。じゃあ、一回リロードしよっか、とりあえず。こんなリロード遅かったっけ、LMG って。え、こんなもんか、っていうか。ちょ、タレット貼っとくか。意味のないタレット。そこかよ、遠いな、中奥か。めっちゃ遠いやん。ユーフィアが落ちなかった。あ、こっちのユーフィア落ちるね。コンパクトや。まあ、拾ってみるか。そのまんまや。まあ、いいや。ノーアタのコンパクトじゃない、これ。え、待って、これどうなってんだ、これ。どうなってんだよ、これは。ちょっと、敵がえぐいか、ちょっと、ノーマル、これ、ノーアタのコンパクトかい。ちょっと待って、瞬間移動してる、この人。ノーアタのコンパクトか。あ、リロード遅くて逆に好き、これ。なんかわかりません、この、なんかリロード逆に遅くて好きなんですよね。このなんか、これ、カチャッ、カチャッって、この感じ。これ逆にリロード遅くて奥さん好きなんですよね、こういうの。な、無理にアサルトでリロードなんか早くするのはあんまり好きじゃないというか、奥さん的には得策とは思いませんね。はい、そこいるからしっかり覗いて勝っていく。オッケー、ノーアタコンタクト最高。うわ、もう一人おるじゃん。オッケーオッケー。ナイスナイフ。ナイスキル。どこだどこだ、ん、おるやん。この距離ね、ノーアタでしっかり仕留めていくよ、奥さんは。オッケー。で、多分ね、高台下に一人いるんだよね。あ、このかっこいい、このモーション。リロードしようとした時にこうやって降りてなんかガチャンってなる感じ。このモーション好き。あ、そっちか。とっとくハム太郎。ああ、知らねえ。フラハイじゃないからか。とっとくハム太郎、ハム太郎。ちょ、ハム太郎。ちょ、待って、知らねえ。ちょ、ハム太郎、知らねえ。え、ちょっと待って、ノーアタ、え、精度悪っ。待って、予想以上に精度が悪かった。あ、なんか急に、コンパクトからさ、シュレット見たら急にイカつい武器になったから、なんか怖いんだけど、普通に。コンパクトからのシュレットになったら、ドゥドゥンってリーチした瞬間見たら、なんか一丁イカついんやけど、マジで。これもコンパクトか。敵は照らした？あ、おった、広場か。はい、ワンキル。で、敵はリーコン出したから壊していく。オッケー。ん？裏か。よーし、来るぜ。まずは覗いてしっかりワンキルを取ろう。この1キルが大切。はい、オッケー。まずこの1キル。まあまあ、こういうこともあるさ。うん、人間だから。まあ、投げちゃうこともある。人間だからね。うん。
え、君人間じゃない？マジで？まあ、うちのクランのね、うちのクランにいるトシ君みたいなね、人間じゃないゴリラとかだったらね、まあ、それは投げてしまうかもしれないですけどね。まあ、彼らはね、こういう純粋なね、モダンコンバットプレイヤーというね、まあ、そういう人間ですからね、はい。ね、ましてはね、動物がやってるわけじゃないんですから、このゲーム。はい。人間がやってるんで、まあ、たまにはね、投げちゃうってミスがあるんですよ、はい。で、ワンキルしていく。さらにヘッドショット当てていく。オッケー。いいね、いいね。で、ここにターレット、ハリーの寺上にいるから決め打ち。オッケー。はい、というわけで、今回はですね、闇上がりのシュレッドプロの方使わせていただきました。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。誰が一番ロードないかまあ、わかんない。やつ。おい、あれ全然。